それでは2回戦第2試合に移らせていただきます。アイリー VS ドタマー出てきてください。では、ビートの方確認しましょう。 DJ アナだけお願いします。人もまばらだと照らしたたりだと下手くそなスケットしゃべり出した俺たちをからかったあの子重なった足跡をそういつまでもずっと胸に刻んだまま次なる旅路へ。ナイス DJ! ヤナさんマジで半端ないっす。それでは、先攻後攻決めるじゃんけんお願いします。グーじゃんけん、はい、うん、高校で、はい、では、先攻ドタマ後攻アイリで参ります。準備はよろしいでしょうか。ではいきます。先攻ドタマ後攻アイリレディーファイ。お先が見えないみたいに集まってきた俺ら飛来心で雷避ける2試合連続でクリーピーナッツこれ嫌がらせが敵く前に俺ぶっ飛ばすで俺全国制する戦国凱旋ラストビジョンお前らぶっ飛びろ朝まで俺と盛り上がろう。栃木の顔と言ったらサムリンかマカさんの方が正直パッとするよ。ワンマンも見たけどマジでダサいそのスタイルマジでやめてください。アーティストならかっこよさ追求この人マジでダサすぎるマジで年中無休私ならそのスタイルマジですぐにやめた方がいいと思います。怖い怖い怖いさっき女子高生にはめっちゃオラオラしてて今度は下から次上げるのかやめてくださいはこちらのセリフだな。あとさっきうらうらみたいに言ってたこの子うこっけ宇宙天苦闘天付きのフローでぶっ飛ばすすごいでおいマジで私自分のこと棚にあげて人のことディスるクソみてえなおじさんが大嫌いなんだよ。お前マジ兄ちゃんで悪口こそこそ書いてそうなアイドルのファンにそっくりだぜマジで。そうやって自分のことマジ棚にあげすぎちゃんと鏡で見た方がいいっすよ。俺もお前みたいなアイドル嫌いだよ。そこら辺に歩いてる女の子と大して変わんないよね全然可愛くないよね。いやこんなアイドルアンドロイドみてえな女の子のマンコウモイドグとか言うとポリコレぶちのめされるけど今日は俺が制するけフリースタイルテイクオフするぜ。はいはいマジで無理そうやって容姿ディスったらすぐ下ネタに走るとこマジでそういうとこっすよやめた方がいいっすよ。自分のこと棚にあげてません顔をもう一回見た方がいいんじゃないっすか。そうやって人のこと傷つけてきてここで成敗してやります。終了。それでは判定にさせていただきます。先攻ドタマ後攻アイリー勝者ドタマ。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。あ、すいません私8月中旬に初めて曲をリリースしようと思ってるのでよかったらそっちも頑張っていくので応援してくださいありがとうございました。アイリちゃんありがとうございます。アイリちゃんも格段にラップ上手くなってきてますね。どんどん上手くなってますね。面白い試合ばかりです。